いいね。江戸時代、伊達政宗に仕える足軽たちが内職として作っていたという仙台筆。その歴史ある仙台筆を扱うのが、創業明治20年の西川玉林堂。西川さんは私の先輩で3つぐらい上なんですけども、非常に商売熱心な方ですね。仙台筆を作ってらっしゃる職人さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？今は最後の一人です。前はいっぱいいました。それでね、300人待ちうちの仕事を最後にしてる人で、大友博樹さんっていう人が、この人がやってます。はい、仙台の筆はね、この中を畑で見ると全然ごまかしてない。なるほど。